い、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジチャレさんです。でも今日はコペンでチャレンジチャレさんです。イエイ。はい、今日はね6月16日、日曜日、時刻は15時を過ぎたところらへんなんですけど、今日はね ABCC プラス S ミーティングっていうのにコペンで参加してきました。その帰り道です。ABCC プラス S って何かっていうと AZ1 B ビート C、カプチーノで、もう一つの C はコペンで、プラス S っていうのは S660 ですね。つまり軽自動車枠の2シータースポーツカーのミーティングだと思ってもらえればほぼ間違いないです。はい、前回ね4月にコペンだけのミーティングには参加したんです。その世羅町っていうところで、広島県のちょうど真ん中のあたり、世羅町っていうところで開催されて、それに、参加はしたんですけどね、その時に今日のミーティングがあるのを聞いて、総勢250台以上ですね、5機種で。やっぱり一番多いのは あれですね、なんだ、S660 ですね。現行に最も近いし、スポーツカーとしてのこう魅力もたっぷりあるよね。次がコペンで、その次がなんだろうな、まあもうカプチーノとか AZ1 とかビートとか、まあほぼほぼ同数ぐらいだったかな。そんな感じでした、見てるとね。で、まあ10時から受付が始まって、で11時半ぐらいまで受付があって、で開会式があって、で昼とかそこら辺食べてねっていうのがあって、じゃんけん大会があって、ビンゴ大会があって、解散が2時半ぐらいだったですかね。でだから僕10時半ぐらいに行ったんで、受付して缶バッジもらったりとか、なんかビンゴカードもらったりとかね、やって500円払うんですけどね。でまあそうやってやって、まあその500円が高い安いとか全然思わない、こういうの嫌いじゃないから全然いいんですけど、でも10時半、まあ、11時ぐらいから終わるまでの2時半ぐらい、3時間半ぐらいですかね。いや結構長かった。でまあ それについては今日は雑談をね、雑談トークをしてみたいと思うんですよ。こういうミーティングについてっていうか、はい、やっぱり同行の市が集まるところに行くっていうのは、こういう趣味性の高いものの乗り物乗ってるとどうしてもありがちな話で、まあどうせ同じような車買うんだったら、そうやって集まりがある車買った方が広がりも増えるし、友達も増えるしっていうのではいいよね。例えばその特殊な車ね、例えばジムニーとか、まあ、マツダのロードスターとか、そういうのね、こうなんかミーティングとか集まりありそうじゃん、単一車種での、そういうのいいよね。コペンもそうだしね、そういう意味ではまあ非常にいい車を買ったなと思っています。でただ今日ね、残念なことにチャレさんは楽しめなかったんですよ。でなんで楽しくないのかなって、車やバイクが若い頃からあんなに好きで、それで自分と同じ車種とか同一車種とか似たような車種がブワーッと集まってるのにワクワクをしないし、こう人にこういうのって、まあ、CB の集まりでもモンキーとかそういうフォーミーの集まりでもそうなんだけど、自分から積極的に声掛けをしていかないと、人と仲良くなろうとしないと、参加しても何も得るもの何もなく帰っちゃうんですよ。で今日の僕はまさにそれ、何もなく帰ってる人、顔見たことある人何人かいたんだけど、前回のこっちから話しかけに行かなかったもん。でなんでかなと思って、なんでこんなに今日は消極的な人なのって、人見知りな人なのって思いながら、俺なんか今日おかしいのかなって、まあそんなにね社交性が高い方だとは思ってはいませんが、そんなに悪い方でもないとは思うのに、なんでかなって
すごく考えてたんですよ。で、一つ自分の中で仮説というか結論というか、はい、もしかしてと思うものがいくつかあって、それについてちょっと話しますね。何かっていうと、僕はこの車に対して問題意識がないんだと思うんですよ。多分現代、まあまあ8年9年落ちの中古車ではあるので、それは壊れるかもしれないですよ。でも作りが2015年でしょ、製造年が。めちゃめちゃ新しいじゃんって俺の中ではあるわけですよ。今直してるモンキーとかだって、あれ1990何年とかですよ。俺いつも工具持って直してる CB なんか1980年式ですよ。そういうのを直して四苦八苦しながらでも乗って楽しんで気持ちよく走らせて、やったーって思ってる僕からしてみたら、何もしなくても燃料継いでオイル交換だけして走ってれば問題ない。こいつは対しての問題意識がないだと思うんですよ。だ、例えばこれでね、例えばジムカーナーに出るとか、オートテストに出るとか、そういうことやってれば、何かこう足回りのとかブレーキの強化とか、いろんな、あら下がってきた、ブレーキの強化とか足回りの強化とか、そういう問題意識が出るとは思うんだけど、そういうこともしないし、基本的にこの車でドライブ、まあ、バイクは乗れない時、壊れてて乗れない時、乗るものがない時、今年の冬正月あたりは気晴らしするのにこいつで結構あちこちロール走らせてもらって、オープンにして走ったりとかしてね、そのおーコペン買っといてよかったみたいなのありましたけど、基本バイク動いてる時、このコペンで今日みたいにミーティングとかでもない限りは、コペンで遊びに出ることってほぼほぼないじゃないですか。で、雨降っててバイク乗れないときは、今ちょうど直すものがモンキーとかがあるので、そっちの方やっちゃってて、雨でも走れる屋根こうやってね上げてれば走れるコペンが重宝してるわけでもないでしょ。それを思うと、コペン自体で楽しんでないんだと思うんですよね。で、確かに買ったときはこのね、逆転シフターとか D スポーツの、あとなんだっけ、サブコンとかピボットのサブコンとかスロコンとかつけましたよ。チャチャチャってつけた方がより快適に乗れるんだろうなって、毎日乗るものだから、その我慢して乗ってる理由ないじゃんって思ってたから、はい、何の話してましたっけ。そうそう、楽しめなかった。問題意識がないんですよ。だからカスタムしようとか思ってないし、そのホイール変えたいとかマフラー変えたいとか、もうマフラーも変わってたしね。どっちだっけ、わかんないのでこっちに行く。そう、なので基本的にそのこの車を改造をより進化させる気もなければ、この車で何かこうスポーツドライビングをするつもりもなければということで、僕自身がこの車に対して今不満がないですよ。っていうか求めてないだと思うね、そういうもので。それを例えば人が乗ってるものに対して、それどうなってんのどうしたどうだったのどうなったのっていうのを、あれなんか間違えたかも、普通の道に出てきた、マジかよ。もういいや、縁がなかった縁がなかった、終わり。本当に縁がなかった、爽やかじゃん。道間違えた。さっきのとこ右だったの。もうこれ吹き飛び出る道じゃんよ。
ショックすぎてお腹が今キューンとなってる。人見の道の駅で何か買って食おう。腹減りすぎた。それでね、そういう問題意識がないからっていうのもあり、またコペンって今日行ってつくづく思ったんだけど、その AZ1 とかさ、そういうのはもうやっぱり希少車でもあり、その古いし、もう1980年代の設計車で、まあ、1990年代ぐらいの車かな。なのでもう30年以上経過してて、まあ多分維持するのも大変なレベルなんだよ。ビートとか AZ1 とかコペンとか、最初の初期の ABC はね。で、コペンもその880っていう先代、初代コペンと、僕の乗ってる400系のコペンとね、あと S660 とかってある中で、おそらく今僕が乗ってる方のコペンが一番改造率が少ない。初代のコペンはやっぱそこそこね、いじってる人いますよ。うん。で、まあ歴史が長いからだろうけどね。で、S660 はそのやっぱスポーツカー的なその特性からいじくり回した車も多いし、羽もいっぱいついてるやつ、どんどん羽ついてたしとか、やっぱそれなりのなんだろうと思うんだけど、コペンってなんちゃってスポーツカーじゃないですか。 FF だし、で、マニュアルよりもこの CVT 率の比率高いんですよね。なのでやっぱりそういうゴリゴリのカスタム車両じゃなくて、カスタムっていうか性能アップのチューンじゃなくて、ドレスアップ車両なんですよね。ドレスアップはたくさんいる、でもね、チューンはいないんですよ。だから僕は多分心が動かないんです。ドレスアップに興味がない、チューンは興味がある、性能が向上することには興味がある。やってるカスタム全部そうじゃないですか。性能に関わることじゃないですか。例えばシフトの逆チェンジとか、スロットルコントローラーとか、サブコンとかも全部性能に関わるもんでしょ。で、足回りはたまたまだけど車高調だったりとかするのは、減衰力をよくいじってみたりとか、そういうのね、性能に関わることに対しては非常にこう貪欲というか気になってしょうがないんだけど、見た目のカスタマイズ、見た目のためのカスタマイズ、ドレスアップっていうのにほとんど興味がないのね。うん。それかっこ悪いのは嫌だよ、嫌いだよ。だけど、うん、そういうのがあんましないので、だからなんだと思うんだよね。コペンってね、ドレスアップの対象なのよ。これいくらいじったって早くなるにも限度あるもん、FF だしだからだと思うんだよね。うん。だからあんまりその人に聞きたいこともないし、ドレスアップってその好みじゃん。性能は絶対値だけど、そこなんだろうと思うんだよね。だから楽しめなかったんだろうなと思うんだよね。これがもしビートとか乗ってたら、もうそろそろ欠品パーツとかてんこ盛りで出ているはずで、対策品とか社外品とかでどうやって維持するみたいな、どうやってこの大好きな車を長く乗り続けるみたいな、今のまさに俺の CB と同じなんだけど、そうなるとなんかそういうとこに行って得る情報って貴重よねって思うわけですよ。多分ね、そこが僕が楽しめなかった最大の理由かなーって今日ちょっと出てみて思いました。うん。例えばこのコペンを20年乗ろうって思ってないっすもん。うん、どこか。次はロードスター乗りたいなとか、オープンカーやっぱいいよねって、味しめちゃったって思ってるのね。だから、だけどコペン好きで好きで昔から欲しくて欲しくて、買ったんよっていう車じゃないよね。うん。だから多分これがホンダの S600 とか
S660 じゃなくて S600 とか S800 とかだったら、あ、そういうの集まりに行ったらめちゃめちゃテンション上がってると思うんだけど、そういうことかーって自分で今日ね、ストンとね、こう胸の中でね、腑に落ちてしまいましたよ、ほんと。おそらくそういうことで私は、はい、楽しめなかったんだろうなぁと。もちろんこれは僕個人の感想で、そういう集まりが楽しくないものであるということではありません。やっぱり同じ乗り物に乗ってるということでシンパシーを感じて、友達増やすのはいいことなので、積極的に出て、この一緒にドライブ行きましょうとか全然ありだと思うんですよね。今日ね、一人若い男の子がね、話しかけてきてくれましたよ。嬉しかったね。まあ、もうちょっと退屈してたんで、僕も寂しいなと思ってたんで。でも、やっぱそういうのって、彼は昨日初めてのイベント参加で眠れなかったって言ってた。まあ、なるほどな。俺も CBF のオーナーズクラブ初めて出た時のね、前の日ね、月悪かったわ。演出の前の子供みたいになってたよって思うもん。だからやっぱそういうのはそういうのが大事なんだよね。長く続けてで、続けると顔とか名前とか売れてさ、ああ今年もってなるんだろうけれど、うん、という、こういうものに参加して楽しみきれなかったのは自分のせい、自分がコペに対して問題意識が浅かったからだということに、気づいたっていうお話でございました。はい、という感じで、はい、ちょっと雑談トーク1本、はい、撮ってみました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバーイ。